オートドローモディ・ペルグーサはイタリアのサーキット。シチリア唯一の自然湖であるペルグーサ湖を囲む自動車とオートバイのサーキット。湖はエンナ市の近くにあるため、このサーキットはエンナ・ペルグーサとしても知られている。1960年代にはトラックは1970年代後半から様々なスポーツカーイベントを主催。また、 地中海グランプリとして知られるチャンピオンシップ以外の F1 イベントのホスト役も務めた。1989年にスーパーバイク世界選手権のイタリアラウンドがここで開催された。1990年代にトラックはアップグレードされ FIA スポーツカー選手権、FIAGT 選手権及び F3000 イベントが開催された。1997年には このトラックはフェラーリフェスティバルの開催地でもあった。トラックの誇りと研磨性により表面が非常に滑りやすくなる傾向が強く、特にフォーミュラ3000レースは組織とマーシャリングの基準が非常に低いことでも知られてした。2020年7月22日にセベネと24時間レースとして、 10月10日から11日までの2日間のイベントでサーキットをめぐる耐久のレースを開催すると発表した。1981年に最後に開催された最も古い耐久レースの一つであるのはシーコパフローリオという名称であった。ウィキメディアコモンズにはエンナペルクーサに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。